いや、ウィークはこれは。あ、待って、これ、スリギン来るな。来たら、このゲーム終わり。あーあしょうもなしょうもねおいうち、望みカードで12しか出なかったんだぞ。それでもってスリの銀次くんの。ひどいよ。おい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 、うわ、67億消しとんだ。いやーいやー、くーつく。はは、はは、は、絶好調カード使います。あー、終わったー、マジで終わった。ここになって出目良くなくていいんだって。こっちから行こう。売るか。パトカード、いやー、売らない方がいいな、パトカードは。もう、もう、やってしまいましたね。うち怒らせちゃったね、スリの銀次くん。単位落とすよ。いや、マジでやべえなー、これ。だってさ、やば、もう、なんも言えねえわ、もう。え、来ると思ったもん。だって、言ってたじゃん。あ、これ、スリの銀次来る、来るんじゃねみたいなこと。いや、まさか本当に来るとは思わなかったよ。なんでろ、なんで特急カードなんだよ。下にロイヤル EX カードあったやん。ロイヤル EX カード来いよ。もう、もう一生耐えてる。切り替えらんねえわ。マジで。これはね、萎えますよ、マジで。いや、マイナスばっかだな、岡山。いやー。これ待って、初めて総資産下がるかもしれん。あ、え、え、どこどこどこ、小田原、なんで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 小田原なのなんで秒速で小田原選んでよなんでなんでなんで、え、なんで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 、うち小田原に住んでたっけまあ近くはあるよね。あ、 100% もうね、買いますよ物件。だってスリの銀次来るもん。でもね、パトカードあるから今来られたらね、ディサードなんだよな。うわあ、もうこいつはこういうの引き上がるのに、うちは67億失っていくんだぜ。7億。こいつは7億を手に入れたのに、うちは67億を失うんだぞ。うーわー、なんだこのゲームは。しかもこいつ。おいー、お茶。オーケー。さすがにここで、5、6出てたら、本当にないさ。まあ、これ多分いけるんじゃないかな。はい、はい、いきます。あー、とりあえず、総資産は、とりあえず、まあ、下にはなんないかな。横、ちょうど横ばいくらいか、ちょ、B 上くらいじゃない？いや、マジでこれ、つれえわ。マジ、つれえわ。41億か、持ち金。まあ、一回目的地に着けば、こんくらい持ち直せるから、それはいいんだけど。いやー、なえますね、これは。いやー。いや、もう一生泣いてんな。ちょ、切り替えようぜ、もう。一回さ、切り替えましょう。うん。ちゃんとね、決算も来たし。多分ね、そうしたら下がってる気がすんな
でも結構収益があるからさ、まあ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 、どうですかね、10億か。まあ上がったっちゃ上がったな。ソースさんは、あ、上がってる、めっちゃ上がってんな。1.5 倍くらいになってる。これ67億失わなかったら多分200億いってたな、これ。だってプラス67億ってことでしょ、ソースさん。やーべー。1週間ぶりですね。絶好調だな、なんか。しかもカードがあんまりだな。まあとりあえずナイスカードかスーパーカード取りに行きますか。もうなんかどういうノリでやったらいいのかがわかんねえわ。でも決算や、まあいや、とりあえずスーパーカード行こう。32億あんのか。スーパーカード6大都市とか来ないかな。行きまーす。お、いいね。ちょっとここら辺独占してきますか、じゃあ。ちょっと割と遠い位置にあるんでね。でも星飛びゲットできたから割と余裕があるね。そしてカードお前めっちゃ強いんだけど、なんか。でも使わねえんだよな、こいつら。やばい！セラセラ！よっしゃ、うめえ。絶好調中に、ああ、終わってしまったー。まあいいや、星飛びゲットできただけいいわ。一瞬で終わったな、絶好調。全然いいカードないのに。まあいいや。とりあえず独占できるとこ独占しちゃおう。宇和島、四万十川、生口島？生口島っていうの？こう、わかんねえわ。まあできるだけ金は使った方がいいけど、まあ星飛びがある以上あんまり使ってもな。まあ四万十川行ってそっから次の段星飛びでカードをとりあえず買いますか。これ何箇所目？7箇所目か。オッケー。あ、なんか発射地どこ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 、小田原。あれ待って、もう一人のやつも小田原にしなかったっけ。なんで、あれなんで小田原なんだ、え、なんで小田原なんだ、え、怖い。え、怖いんだけど。え、これもしかして、え、これ言っちゃうけどさ、普通に、なんだろう。なんて言うんだろう。これ住んでるところが関係するとか。え？スイッチに位置情報なんてないよね。いや、うちね、小田原の近くに住んでんだよね。あ、ヘリポートあるやん。ここ行こう。うち小田原の、割と小田原のさ、近くに住んでるからさ。え、もしかしたらさ、位置情報とか関係しない。いや、でも二人とも小田原はさ、さすがになくない？で、うちみなか小田原のさ、なんか、小田原近くにあるからなんか小田原で新しいのがオープンするっていうさ、みなか小田原っていうなんかすげえのがオープンしたんだけど、それの動画出したからさ、小田原の近くに住んでることはもうみんな分かってる人もいると思うんだけど。マジで、マジで、え、スイッチ位置情報なんてあったっけ。いや、なかったよな。偶然かな。偶然かな。まあいいわ。どこ行こうかな。どこ行こうかな。上川、ここか。上川町って面積すごいでかいらしいですね。どうでもいいけど。は？あー、砂川。砂川のね、なんかリゾートホテルみたいなところ、うちめっちゃ子供の頃行ったって親に言われた。でもうちは記憶が全くありません。でも10億 3% はでかいですね。かと勝手に思ってきます。割とね、余裕があるからな。封印カード。いや、封印カードやだな。捨てろ捨てろ。妨害系カード全部捨てろ。そして一瞬で売られてんじゃねえよ。笑った。さて、もう久しぶりの桃鉄だからさ、もうどういう立ち回りで、もう前回どういうことが、なんか、スリの銀次に69億奪われた記憶しかないんだけど、それでなんか、前回の動画が終わったんだけど、多分、取ったこととしてはその次も続いてるんだよな。多分そこで、なんか、オチが良かったから終わらしたみたいな感じだからさ。とりあえず北見行きますか。とりあえず上川に行きたいね。うん、なんか、特急シーも欲しいんだけどね。はい、何くれる？北へ。まあまあまあ、持ってていいかな。さて、貧乏神がいるんですが、特急捨てるんでしょ？どうせ君は。使えよー。もうちょっと強い CPU でもよかったなー。いや、うち桃鉄下手だからさ、なんか、佐久間とかいるんでしょ？佐久間が確かね、
CPU では一番強いんだけど、その佐久間がチート級らしくてさ、その佐久間に勝つ方法がさ、なんか、なんだっけ、なんか最初は暴走ハントにこもってナイスカードでめっちゃカードを貯めるみたいな感じだと思うんだよ。多分そうだった気がする。結構それが強い。結構序盤はそれする人とかいるらしいからね。だから、多分そうなんだけど、それってもう面白いのかってなるじゃん。うちはね、ちゃんとね、平等な人と戦いたいですね。やっぱ上手い人はね、まあ、とにかく強い人と戦いたいんだろうけど、うちはね、まあ、弱いやつをぶちのめしてね、自分が強いふりをしたいので、まあそういうことはしませんよと。あー、まあいいや。いやー、マイナスやだな。割と、属性しまくったから金がない。早いとこ神川に着きたいな。割と、まあでも、あー、割と、やばいねーやばいねー、それは。周遊禁止はね、周遊カードが普通のカードに格下げになってしまうという恐ろしいカードだからな。どんなに特急周遊買っても特急だけになってしまうというね。もうゴミみたいなカードですね。やばい。周回してる。お、独占している都市、ダビング、ダビングカード来たー。いや、ダビングカードさ、まあ、4000万なんだけど、それにしてはやっぱ強すぎるわけよ。はい、お疲れ。でもちょっとまずいな、近づいてきてるな。ちょっと相撲死んで上行かれたらまずくねって今思ったんだけど、やばくない？でもさすがにマメオにそんなことしないか。ちょっと相撲死ん、最強ポジだな、それ。あ、でもよかったら、んでもよく考えたら空動けませんでした。確かにそうだった。ちょっと相撲死んカード、陸と海動けるけど、空動けねえんだ。弱っ。一番強いところで使えねえじゃん。弱すぎ。でね、うちこの間ね、この間というかまあ、この動画がね、うち決まりだからいつあげるかわかんないんだけど、やっぱり、もう発狂してしまうわけですね、スプラトゥーンとかいうゲームをするとね。まあそれで、登録者がなぜか増えたんでね。まあ、ありがたいことなんですけど。さて、なんか57億もあんだけど。到着金こんなあんの？多分何連続もやしてるからだろうな。とりあえず星飛びで行こうかな。飛騨はちょっと遠すぎるな。九州でしょ？特急周囲引き上がったけど、特急周囲を捨てるんですね。わかります。いや、もう、こいつはなんだろう。刀狩り持てば、もう容易にカード奪えるから。もう、むしろいいカード持っていてほしいわ。どうせ使わねえんだから、お前ら。もう、リニア周遊とか持ってていいよ。もう、君たちがカード持っててもね、捨てられるか、うちが奪うかの二択だからね。なんか、スズメ、幸福の王子みたいな、そういうのができてほしいですね。星とカードダビ、星とダビングすんのもいいけど、まあ、とりあえず、いや、どうしようかな、星とダビング。まあ、星飛びダミングするか。特急周遊は買えば、いやでも星飛び2億に対して特急周遊3億なんだよな。特急周遊ダミングしよう。星飛びはね、売ってるところもあるし、売ってれば2億で買えるから、まあ、値段的には特急周遊をダミングした方が、まあ、1億お得と、いうことですね。さて。あ、売るんじゃなくて、お、売ってるやん、特急集。なんか売れない？パトカード、いや、パトカードあってほしいな。これいらない。これもいらない。機体もまあいい。いや、機体は持ってていいか。あとは特急集買いまくり。周遊禁止捨ててくれたんでね。よかったです。さて、一生空の旅をた、あ、貧乏神に突っ込んでいく。そして期待カードで1億2000万失っていく。どんまいです。これだから、もう手さえやめらんねえぜ。でもね、さすがにね、弱すぎてね、なんかつまんなくなってきちゃった。いやでもね、これでね、CPU のレベル上げてもね、こいつらカード強すぎてボコボコにされるんだよな。それはそれでつまんねえわ。だから、このままでいきます。なんかめっちゃ出目出た。あ、つけません。大分、中津、飯塚。どうしようかな。どこ独占しようかな。
飯塚とかどうですか？大分とか良さそうじゃないですか？なかなかいいですね。どこでもいいんですけど、収益高い方がいいよね、そりゃ。じゃあ大分かな。大分行きます。よし。オッケー。あ、10箇所になったってことは何も来ないんですね。これ来るときと来ないときがあるからな。まあ、そこは気まぐれだからしょうがない。ぴったりカードをうちに使ったら、ぶち倒す。オッケー、使ってくれないですね。いいですね。逃げるね。あと24マス。まあ、24マスあればね、多分、そんな簡単には疲れないかな。そして、トピックス？どうした？うわぁ！高輪ゲートウェイ。よし、高輪ゲートウェイが、ついに、来ましたね。開港っていうのかな？開港ではないな。開駅。なんて言うんだろう。駅が、開くっていうのかな。駅が新しくできることを。うちにはよくわかりませんね。そして、なんと、10円の、やばい、えぐえ！やべえ！よし。はい。おー、また遠い場所だなー。左ってなんか、竹。いや、60億、買っちゃいますわ。だって、3月だもん。さて。おーわー、不器用サラバカードは別に、いや、直球系、おー来た。まあ、でも一生空の旅を楽しんでるお前らはもう。一生空の旅してろ。あー、てかす。待って。でもね、空の旅されるとね、よく考えたらね、お前ら邪魔。お前らクソ邪魔だな。やべえぞ、お前ら。もう、ほんと邪魔。待って、やばい。そりゃ、聞いてないな。こんなところにいるとは。どういう最短ルートで行くのかがわかんないけど、多分、空路は使うから、空路で多分関東まで行くんだろうな。ってことは、クソ邪魔だな。あ、とはいえ、機体カード使うとね、ワンチャン湧かないとか行くからさ、そしたら、またまたまずくなってしまう。ちょっとまずいですね、これは。そうしたら273億めっちゃあるやん。10年目ということで。そんなことはどうでもいい。とりあえず、いやでも72より遠くなることはそうないと思うんだよな。星飛びどっかに言ってないか？あ、星飛びここに言ってる。ここには？売ってない。ここには？売ってない。ここには？あ、売ってる。ここには？ここすげえ。こう、絶好調崩しなんでこんな高いの？ゴンフィ別にいらなくね？まあ、そんなこと言ってはいけない。よいしょっと。はい、お疲れ。宝くじ行くか。とりあえず、まだ割と相手がつくまでは時間があるから、まあ、なんだろう。まあ、星飛びカードを引く。引くことにする、とりあえず。もうすげえいいカード引くやん、お前ら。やば。せめてカード売れよ。3倍の3倍。9倍ですね。よし。15億。まあ、別にね、こいつらの借金はどうでもいいんですわ。もう、うちたち、もう、絶対1位やん。なんか、最後の10年くらいは作前にしてみようかな。それもまたいいのかもしれないけど、それで負けたらやばいね。最後の1年は作前にしてみるか。まあ、最後の1年なんてね、多分、来んの1年後くらいだろうけど。あ、3来たわ。出たわ。さあ、まあ、さっき、お！ポイント 20% もらえるって、お、めっちゃいいことあるやん。めっちゃいいことあるけど、いや、期待いらないな、じゃあ。もう、パトカードもいらない説あるぞ。物件飛び欲しいもんな。いや、パトカード、特急周遊は全部新品だから、売りたくはないよね。ってことは、パトカードいいや。もう、次の銀次なんてね、怖くねえわ。絶対来ねえから。よし。まあ、前回来たからね。前回来たからもうそう簡単には来ないでしょ。もう、いいカードばっか、お前。なのに使わない。
マジで豚に真珠だな。よし、まあ別にこいつはどうでもいいです。デストロイ号にさえなんなきゃいいわ。あ、デストロイ号って言っちゃった。やっぱりネタバレはあんまり良くないですね。うん、もうさっきのことは忘れてくださいと。さあ67マス。まあ星飛びか物件飛び、まあほ、いやー星飛び別に、うーん、遠いし、物件飛びいいんじゃない。物件飛びって8個だっけ、8個いけるっけ。あー、どこでもいいな。まあ遠のかな。オッケー、70マスくらい離れてればね、こういうカードを全然使ってもねいいでしょう。遠のってどこだ、ここか。よし、これであと、あとは特急修理でサクッとつくのみ。よいしょ。いやー、え、なんでこんなカード運いいの？やっぱさ、順位に関係してんのかな？こういうのって。どうなんだろう。だって、うちたちというか、まあ、うちしかいないけど、うち、ゴミカードって言ったら、やべえ！カステラセラセラ。よしよしよし。あ、別になんかリニア修理とか持ってるわけでもないからな。さて、どうしようかな。9が出ればいい。まあ、特急はそこそこ9出やすいんで。サクッといきますわ。はい、どうぞ。あー、出すぎだけど。いけるねー。よし、来た。なんかさ、数ある実況者がさ、なんか佐久間と、もう死闘を繰り広げている間ね、うちはもう豆鬼とこんなことしてるからな。本当にいいのか？うちダイエットしますわ。どうでもいいけど。ダイエットしたくなってきた、なんか。この土地終わったら終わろう。よいしょっと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 。さてさてさて、行きまーす。てってれれてってーん。おー、生口島。さっき独占したところ？いや、独占しようとして結局しなかったとこか。それもなかなか遠いな。遠いとこばっか、マジで。いやー、マジかー。遠いところばっかですね。しかも、まなんでそんなさ、周遊引くの？なんなの？なんか、なんなの？なんなの？マジでなんなの？いや、なんで？うちはさ、ナイスカード使ってもさ、スーパーカードか、スーパーカード使ってもなんか、変なカード出た気がするんだけど。ナイスカードを使ってもさ、デビルが出るやつもいんのにさ、でさ、普通のカードで新幹線シュートが引いてやがんの？マジで。R くん、こんにちは。さて。ちょ、マジで。マジで。遠すぎ。なんか物件飛び収入カードもらってんだけど。なんで？何があった？何があった？え？どう？え？何が？え？やばい。画面見てなかった。なんで物件飛び収入があんの？なんで？あれ？何があった？嬉しすぎ。なにこれ。もうわからん。なんでうち物件飛び収入持ってんの？なんで？ロイヤル EX 強すぎ。こいつらが目的地つけるときあんの？一緒空飛んどるやん。なんで持ってんの？お、どうした？トピックス。お、残暑が積まれてる間、北海道大雪山どこか知らんわ。紅葉が始まっています。お、上川町だって、独占してるわ。よし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 、嬉しいことですね。やっぱりこうやってね、自分が手に入れ、うわぁ！おぉー！あ、こう、浪士か。浪人してんの？
稼いでいただくに決まってんだろ。AKR、 なんか AKR47 ってさ、なんか銃の名前じゃないの？え？ AKR47 でしょ？銃の名前じゃん。てかなんで R なの？あ、AK まではわかるけどさ、R はわからんわ。AKR47 って、あれやん。銃の名前やん。AKR47 って銃の名前だよね。ちょっと調べるわ。なんか AK まで合ってると思うの。AKR だっけ？あ、全然違った。なんだっけ？銃の名前でなんか AK なんとか、AK47 だっけ？わかんねえわ。忘れちゃった。まあ、いいや。はい、11。あー、14。これつけませんね。あ、サヌキやん。サヌキ行くか。サヌキ行こう。サヌキ知ってるわ。2010でやったもん。2010でやるとね、サヌキにはすごいことが、サヌキに行くとすごいことが起きるんですね。なんと。え、使いやがった。使いやがった、使いやがった、特製レイカード。こいつもカード使うんだ。あ。どんまい。お、桃園が4億で買ってくれって、裏ないんですね。そして貧乏神がウォンキングボンビンに変身してしまうんですね。悲しいなぁ。はい、知ってた。お疲れー。お、待ちきれないパーティーですね。やっぱね、豆鬼たちも必死なんですよ。ド M だからね。よし。そして金がいっぱい捨てられると。これでは5とか6とか出んだな。かわいそうすぎるわ。そしてサヌキを独占したことにより、はい、出てくるんですね。平賀源内くん。大好き。大好き。お願い。お願いします。お願いします。はい。アシドメール。3ヶ月止めることができるってすごいね。でも別に止めたところでうちの処理は揺るがねえわ。もう誰でもいいですわ。私社長バイバイ。とりあえず目指しますか。12。あ、出たくね。おお、出ました。うん、出ました。普通に出ました。ありがとうございます。それではよーし、やったぜ。ツイッターを見ていく。もうそれほど余裕だ。もうツイッター見てもいいくらいだわ。余裕だ。もうツイッター見よう。ツイッター。あー、ツイッターいいわ。あー、ツイッターいいわ。はい。もうこんなことしてるからいつの間にか物件飛び収入がもらってるんですね、なぜか。もう。やばすぎ。遠すぎ。やばすぎる。なんでこんな遠いんだよ。そしてサイコロでウーハン。はい、変なカード、あ、地域カード、あい、セロセロセロ、バイ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 。そしてもうボミラス行け、お前ら空路が使えねえんだよこっちは。いや、物件飛びシューとかで最強カードあるし。よし、はい、お疲れ。あ、和田所長ってそっちなんだ。お、ラーメンが、てかもううちしかいねえわ、ラーメン持ってんの。お、ブラックラーメン屋だって、富山行ったことあるけど、わかんねえわ。黒部だからブラックなのかな。物件買うだって、半額で買える玉ねぎ畑を、半額で5000万、買うに決まってんだろ。はい、平賀源内チート、はい、56マスね。はい、物件飛び集稼働。はい、お疲れ。おー、おー、おー、ワッサム行くか。桃鉄結構やってるから、割と地名も覚えられたりするの、神。まあ、大学受験にはワッサムなんて出ないんですけどね。まあ、実際に日本の地名はあんま出ないと思うわ。ここの地名は何でしょうっていうのはね、日本内だと出ないと思う。だってそこに住んでるやつがクソ有利になっちゃうからね。さて、まあ、うちは大学受験未経験者。まあでもね、もう受験生なんで、うち。もうね、まあ、大学受験もね、もう近いんで、あー、捨てられておくっすね。大学受験近いんですよ。
いや、さすがに今受験生では、まあ、受験生みたいなもんだけど、まあ、さすがに来年の1月に受験を受けるわけではないけど、まあ、そろそろ受験生なんですね、私も。なんでね。お、何してくれんの？打ち入れ。ナトリのカーネーション園。おぉ !5000 万あんま嬉しくない。まあ、でもね、全物件制覇を考えるとね、やっぱり、一件でもね、相手に取られてると割とめんどかったりするんで、嬉しいですわ。そして、1。はい、もうこいつらはカードがいい。潤沢。うちは中学生だからさ、嘘です。小学生だからさ、もう新しく学んだ言葉使いたくなっちゃうわ。潤沢とか。さあ、ゆういちまで10マス。よらー。あい、なんか出目かすくなってきたな。小樽、夕張、どっちも行けますね。どこだ、目的地。あれ？あ、ここか。ゆういちか。じゃあ、小樽行こうかな。よーし。オッケー。さて、ちょっと待って。行きます。よし。しょうがないね。こういうのはね。さて、あわしの目が解放された。別に、お前ら動きても貧乏は変わりねえよ。はい、んだ、お前らカード強っ！捨てないでよ、ロイヤル EX。うちが奪うから。てか、赤にさ、なんかおる？ブラックラーメン屋。多分、黒部の方なのかな？黒部の黒はブラックだからね。そういうことなんでしょうか。赤に誰か、おる！お前何持ってる？何持ってるか教えろ。何持ってるか教えろ。刀狩りカード持ってたら、くれ。てか、スペシャル使うか迷うな。使うか。なんか、あんまりね、取っておいてもね、なんだろう。カードスペース邪魔になっちゃうんだよな。こういうの。だから別に、スペシャルカードは、なんか、6マス以内に行きたいところがあったらもうそこは使ってると思いますよ。ほんとに。金が溜まってきたわ。金、日本橋。日本橋って、遠くない？あ、独占できるぞ。まあ、ちょうどいい金の使い方できたわ。てってれれれれんてってれってれんてれんてれんて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 ん。はい。あ、50件乗り物件買ったんだって。いっぱい買いたいね。お金プレゼント、12億しかもらえないのかよ。ケチだな。リアルでくれ。なんかさ、桃鉄総資産日本一位になったらさ、なんか、それとリアルな金額がコナミからプレゼントされるみたいなことないですかね。てか、よく考えたらね、クールお前らがいるから通れねえ。もううちゃちゃ物件飛び周遊でちまちま行くしかないのか。お、カード作るだって。おーおーおー、すげえ。え？おー、まあ、最果てとカトンデンペ。まあ、似たようなカードだけど最果てかな。誰が貧乏が持ってるんですか。全体マップで見るか。待って、アキコ社長前。あと8マスなのか。いや、急いだ方がいいのかもしれない。とはいえ、まあ、物件飛び周遊使ってもいいな。あー、いまいち。だけど、まあ、北茨城かな。北茨城行きますか。真下。本当に真下だな。とりあえず買ってあげて。おー、あと、オッケーオッケー。あと7マスね。割と近くまで来られてるのが怖えな。まあ、でも、日本橋周りは、結構、特急系カードでぐるぐる回れるから、まあ、多分疲れる心配はないかなと、思うけどね。お、そして、また？はい、大ボンビね。大ボンビ。よし。お、ごめん、何倍？見てなかったわ。3倍か。あ、うわぁ、やばい！コントローラー落とした。というわけなんでね、決算ですね。疲れたんで、終わります。終わります。
ちょ、決算なんてどうでもいいからちょっと FF にリプでも送るか。よし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 、ダメだ、ちゃんと実況しろよ。こんなんだからいつまで経ってもさ、チャンネル登録者数がさ伸びないんだよ、1000人いかないんだよ。こんなさ、もう3年もう4年近くもねこのゲームをやってきてるのに、悲しくなったわ、悲しくなったからもう動画終わろう。バイバイ。